はい、4回目ですね。とりあえず4回目で今日はっていうか初めて YouTube やって4回連続やってみて、まあ、1回だけやったらもうこれでええかって言って次からもうやる気もなくしそうなんで1回まあ連続で撮ってある程度慣れてみてで続けていこうかなと思います。で今日はっていうか今回は雑談です。6月の2日になって1時34分の深夜ですね。気温は部屋で24度、62% の湿度という感じですね。あ、どうでもいいけど、立花隆がこんなことやってたんで、あの NHK から国民を守る党のマネーではないですね。あ、オリジナルですね。オリジナルじゃないな。あ、でまあ雑談で、なんでこんな変なマスクをしてるかっていうと、とりあえず6月1日に YouTube やろうと思って、キリがいいっていうか、2020年のちょうど真ん中の6月1日から始めようと思って、やろうと思ったんですけど、あ、顔出し嫌やなと思って、マスクいるなと思ったんですけど、ちょっとマスクって、なんかあんま売ってないよなぁ。あ、ドン・キホーテ行ったなんか前、マスクなんか変な、安いなんか、縁日とかで売ってるようなマスクがあったんで、それ買いに行こうと思ったら、全然売ってなくて、なんか変なあの、馬のマスクとか、あの、パーティーとかで使うとか、なんかあの、被ってやる、全体被って息苦しい、死にそうになりそうなマスクみたいな、が売ってたんですけど、それもめっちゃ高くて2300円ぐらいするんですよね。で多分あれ息できへんし喋ってもゴモゴモなってめっちゃ大変だと思うんで、わどうしようマスク売ってないわ何でしょうと思って、でまあなんかないかなと思ったらこのエアガンのなんか売ってるとこに顔を保護するマスクみたいなちょうどこれが売ってて、もうこれでええわと思って一応そう買ってみたんですけど、なんかちょっと変ですよね。あのラファエルみたいなあのこうちゃんとしたマスクみたいなのがいいんですけど、まちゃんとしてんかあれ、ちゃんとしてんかどうかわからんけど、あれじゃなくてなんかあの鱗滝サコンジみたいなマスクとか、あのなんやあの鬼滅の刃で出てきたサビトとか、あのマコモちゃんとかがかぶってるあのキツネのマスクみたいなのが欲しかったんですけど、ちょっとまたあの、アマゾンで買って、それつけてやろうかなと思ってるんですけど、あとね、もうすでになんかあの、スキーのゴーグルつけてやろうかなと思ったんですけど、あの、それをもう2つぐらいあの、アマゾンで発注したんですけど、それとあの、まあ、それをつけて、なんか、やろうかなと思ったんやけど、なんやろ。あれ、ここのゴーグル反射して部屋の中とか映るんですよね。まあ、これでも映ってるんやけど。そうしたら、部屋汚いからね。もうなんか、ゴミハウスの一個手前みたいな感じになってて。で、鳥も飛びまくってるし、今。ちょっと包丁してる、包丁って鳥散歩させてるんやけど、部屋の中で。キョロキョロ言いながら、今飛び回ってるんですけど。うん、それはちょっとあれかなと思うんですけど、まあ、次ゴーグルでやるかもしれないんですけど、この、まあ、マスクも正確かったんで、いいんですけど、まあ、とりあえず、顔出しだけせんかったらええかな、みたいな感じで、まあ、ゴーグル買いました。っていうか、5分ぐらいの会話やったら雑談とかできないですね。もう4分やから、話すことが、結構あれ、5分長いかなと思ってた。短いですね。もう4分ですね。で、まあ、日本一周したいっていうのを、まあ、夢があって、まあ、それを叶えるために頑張っていこうかな、みたいな感じで、まあ、それ動画にしたら、まあいいか、まあ、何でもいいんですけど、とりあえず、YouTube に動画上げてみたかったんで、YouTube、誰でもできます、iPhone でもできます、最初は iPhone でやりましょう、みたいな説明結構あるんで、まあ、やってみたらおもろいんかなと思って、やってみたんですけど、結構用意っていうか、あ、ブロッコリー、大変ですよね。まあ、誰もどうせ見れへん動画やろうけど、うん。まあ、そういうことで YouTube をやって、今日は、
まあ、今まで4がバリュボリュレベル4っていうレベルにして、1回ごとにレベルが上がっていくみたいな感じで、レベルっていうことで、書いてます。4回目です。で、まあ、まあ、4回やって、ちょっと喋るの慣れてきたなとか思うんやけど、結構難しいですね。やっぱり、こういう、一人で喋ってるのちょっと変な感じやし、やっぱりすごいですよね。ああいうの、うまい、こういう講演家とか、ああいうのをやる人って、すごいなと思って。まあ、そんな感じの雑談で、まあ、だんだんネタがなくなってきましたね。もう、ちょうど5分ぐらいでネタが消えますね、やっぱり。長く話すのが難しいですね。なんか、YouTube やるには、まず台本立ててやろう、みたいなことを言ってて、台本立てて、なんかちゃんと喋ることを決めてやると、いい感じに反省とかできてできますよ、みたいな、すごいなんか、もう課金されて、金持ちになってる YouTube、金持ちっていうか収入がすごいある YouTuber が言ってましたけど、まあ、ホリエモンとか、何やったかな、立花隆、まあ、あの政治家の YouTuber とかは、もうなんか、最初から一発撮りで回して、バーって、自分の中で、頭の中で、もう台本が出来上がってて、さらさら喋っていけるっていう、みたいな感じで、すごいな。やっぱ頭いい人っていうのはそうなんですね。でも普通の人は台本とか作ってちゃんとやらんとなんかできないみたいな、まあ当たり前ですけど、人に面白いことをこう提供するっていうのは結構難しいですね。まあ全然これ思んない自分用の練習用の動画やから、まあ何でもいいんやけど何でも誰も多分見れへんし、ノー編集、低クオリティ動画をちょっと上げてみて、ちょうど7分ぐらいになったんで、今回はこれで雑談というか雑談もしてない。ただちょっと、YouTube に用意するのでマスク買ったっていうだけの話でした。終わり。